皆様おはようございます。お集まりいただきましてありがとうございます。本日は令和6年度の教育委員会の予算編成における重点的な取り組みについて皆様方に お知らせをします。まずは全体の概要です。令和6年度の教育の図書予算の規模は総額約586億円、対前年度比約100億円増、率にして 21% 増となっています。和歌山市では自らの個性を磨き、選択と挑戦を繰り返すことができる子どもの育成に取り組んでいるところですが、今回の予算編成にあたり重視した視点は次の4つとなります。まず1つ目は子どもが主体的に学ぶ授業改善のための支援です。2つ目は多様な子どもへの支援、3つ目は安心して学べる教育環境の整備、4つ目は教員の業務負担軽減となります。本日はこれらの視点に関して6つの取り組みについて説明しますので、お手元の資料もしくは前のモニターを合わせてご覧ください。1、子どもが主体的に学ぶ授業改善のための支援の1つ目です。教育委員会は共通のデジタル AI ドリルと授業支援ソフトを導入し、活用促進する ICT 支援を配置します。来年度これらに約1億7500万円の予算を計上しています。デジタル AI ドリルには問題を解くと回答結果が瞬時に分かる、間違えた場合その理解度に応じた問題が出題されるなどの機能があり、活用を進めることによって基礎的な学力が定着すると考えています。また授業支援ソフトには考えを文字、図、グラフ、動画、音声などにまとめることや修正並び替えなどが簡単にできる、子どもたちの考えを画面に一覧表示することができるなどの機能があります。ソフトの活用により子どもは容易に収集整理し、子どもは情報を容易に収集整理し、意見を積極的に表現していく中で主体性が向上していくと考えております。また友達の意見を参考にしたり、新しい視点を発見したりしながらより良い考えを練り上げることを通して思考力も高まっていくと考えております。つまりこういった授業改善により授業に夢中になる子どもが増えていくと考えています。同じく1の子どもが主体的に学ぶ授業改善のための支援の2つ目です。教育委員会は子どもの現状をデータで把握し、学校における授業改善や人間関係づくりの取り組みを支援します。令和6年度はこれらに約2億6500万円の予算を計上しています。まず市独自調査の結果分析を踏まえた授業改善が進むよう学校の取り組みを支援したり、中学校区単位の授業研究会や研修等へ指導主事を派遣したり指導助言を行います。また新たに中学校高等学校にデジタル採点システムを導入し、テストの採点をデジタル化して時間短縮することで授業研究や子どもと向き合うための時間を生み出します。またグローバル化する社会に対応するための基礎となる多文化理解を促進することと英語力の向上に向け全校に配置の学校指導助手 ALD とともに学ぶことを通して、子どもが実際に英語を使ってコミュニケーションを図る喜びを実感し、学ぶ意欲やコミュニケーションに対する意欲を向上させる授業を目指しています。魅力ある授業を展開することで子どものやる気が引き出され、他者と関わりながら学ぶ機会が増え、子どもがより主体的に学習に取り組むようになると考えています。
2つ目の視点です。多様な子どもへの支援として教育委員会は子どもたちが安心して学校生活を送れるよう支援を必要とする子どもやその保護者に対して相談や援助を行います。令和6年度はこれらに約4億7500万円の予算を計上しています。まずデータによる児童生徒理解を踏まえた学級集団づくりを各学校が進めるための支援や不登校対策にかかる多様な学びの場の整備に向けた校内支援教室の調査研究に取り組んでいきます。また来年度から1人1台端末を活用した心の健康観察を全校で実施します。この取り組みは児童生徒が毎朝登校したときに自分の心の状態を端末に入力することで教職員が児童生徒のメンタルヘルスの悪化や小さな SOS などを察知できるようにするためです。また学校において組織的な対応が可能となるようにスクールカウンセラーや教育支援アドバイザー不登校児童生徒支援員などさまざまな立場の教職員を引き続き配置します。さらに従来のいじめ相談専用ダイヤルの名称をいじめ性被害相談ダイヤルに変更し性被害の悩みを抱えている子どもたちの相談も含め幅広い相談を受け付け資格を持つ専門の相談員が早期に対応する体制の充実を図ってまいります。3つ目の視点として安心して学べる教育環境の整備です。教育委員会は令和7年度夏前までに小中学校の特別教室で空調設備を整備します。すでに空調設備を整備した小中学校の普通教室に加え音楽室や理科室などの特別教室にも空調設備を整備し子どもの学習環境や教職員の労働環境を改善しようとするもので令和6年度は約50億円の予算を計上しています。これにより熱中症予防効果はもとより快適な環境の中で授業が行われることで学習効率が向上するものと考えております。今後それぞれの学校の現地調査や設計を進め設計が終わった学校から順次工事を行う予定です。4つ目の視点です。教員の業務負担軽減の1つ目、教育委員会としては市内すべての小中義務教育学校に学校業務アシスト職員を配置します。令和6年度は約1億800万円の予算を計上しています。岡山市では全国に先駆け平成27年度からすべての小中学校にアシスト職員を配置しています。アシスト職員は主に印刷業務や回収物の整理など必ずしも教員が担う必要のない業務の一部を担当しています。今年度からさらなる教員の負担軽減を図るため各校への配当時間数を増やしました。そのことで掲示物の整理や各種調査等の入力作業事業準備の補助などの業務も依頼しやすくなり1ヶ月の時間外在校等時間が80時間を超える職員が3.4% 減少したことにつながったと考えています。また教員を対象としたアンケートでは 94.6% の教員がアシスト事業を活用することで子どもと向き合う時間の確保や負担感の軽減が図れていると回答しています。今後は長時間勤務が課題となっている副校長教頭職を対象とした業務量調査を行いその分析結果をもとに効果的な施策を検討したいと考えています。同じく教員の業務負担軽減の2つ目です。教育委員会としては学校給食費の公開経過を実施します。これまで保護者と学校との間で納付徴収されていた
学校給食費は教員が給食費の算定、収納や未納対応、納入業者への支払いなどを行っており、教員が子どもと向き合う時間を確保していく上で課題となっていました。保護者にとっても子どもに現金を持たせる場合の不安であるとか、紙媒体での申請や指定する金融機関での口座の新規開設など、さまざまな手続き的な負担がありました。こうした状況を改善するため、令和6年度から学校給食費を各学校単位の会計でなく市の歳入予算として位置づけ、教育委員会が保護者から直接徴収し、支払いまでを一元的に管理するように制度を改めます。予算としては食材費を含め約35億8000万円を計上しています。また制度を改めるにあたり、手続きのオンライン化や納付方法の多様化など効率的な事務への配慮やデジタル技術の活用により、保護者の利便性の向上も図っていきます。今回制度を改めることで、国のガイドラインによると1校あたり年間190時間の業務削減効果が見込まれ、教員が子どもと向き合う時間を増やすことができると考えています。以上、令和6年度の重点的な取り組みについて説明させていただきました。これらの取り組みを中心に、岡山市が目指す自らの個性を磨き、選択と挑戦を繰り返すことができる子どもを育成していきたいと考えています。以上で私からの説明を終わります。